原敏夫、日本キック史上最強と言われた男、全日本キックボクシングライト級チャンピオンとして不動の座を保ち続けた彼が、そのチャンピオンの座を勇退して、黒崎武時会長が率いる新格闘術の旗揚げに参加。キックに限らずあらゆるジャンルの格闘技に挑戦すべく、凄まじい意気込みで連日トレーニングに励む。藤原敏夫の念願はキックボクシングの本家、大国の国技ムエタイの王者を破ることにあった。顔をちょっと上上げても何で下向いてんだよ。念願の本場大国ラジャラムナンの王者をかけたタイトルマッチが、ムエタイ500年の歴史始まって以来初めて国外である日本で認められた。始まって以来の大観衆が詰めかけております。大国の国技ムエタイが500年の歴史を破って初めて国外でのタイトルマッチを認定した一戦です。チャンピオンがモンサワン・ルーク・チェンマイ、そして挑戦者新格闘術の至宝藤原敏夫であります。いよいよこれから選手の紹介であります。赤コーナー、大国ライトウェイチャンピオン、136パウンド、モンサワン・ルーク・チェンマイ。チャンピオンは111戦90勝28KO、 111戦101勝81ノックアウト、チャレンジャーの藤原敏夫であります。さあ第一ラウンドが開始されました。高いガード、チャレンジャーを見下すような感じのモンサワン・ルーク・チェンマイ、チャンピオンであります。果たして懐に入ることができるか。チャレンジャーは藤原敏夫、大国ライト級の第三位です。軽く足を飛ばして牽制しております。チャレンジャーの藤原、あっと、いい体勢を崩しました。鮮やかな先制攻撃であります。さあようやく動きが激しくなってまいりました。また右を飛ばしました。今度は左、ハイキックを、藤原見事な動きであります。しかしチャンピオンも貫禄十分であります。まだほとんど動きは示しておりません。軽く左を飛ばしております。今度は左、左のキック攻撃。さあチャレンジャーの藤原、ちょっと右目を切ったようであります。なんとか間合いを詰めて中に入ろうというチャレンジャーの藤原敏夫であります。超満員の後楽園ホール、中に入ることはなかなかできません。中に入ることは許しません。チャンピオンのモンサワン・ルーク・チェンマイでありますが、ここでゴングが鳴りました。第1ラウンドはほとんど互角であります。試合は第2ラウンドに入ってまいりました。チャンピオンの懐に入ろうという挑戦者の藤原敏夫、チャレンジャー優勢であります。ようやく両者の動きが激しくなってまいりました。藤原素晴らしい動きを示しております。左のジャブで牽制して、チャレンジャーの藤原、左に前を詰めてまいります。さあ身を振りました。これは通りません。左攻撃、左右のストレートを打ってあります。中に入りました。鮮やかなパンチ攻撃、チャレンジャー優勢です。さあチャンピオンも左を飛ばしました。左のキック攻撃であります。今中に入ったか、
瞬であります。右を飛ばしました。藤原敏夫、チャンピオン体勢を崩しました。ここで藤原敏夫、初めてリードを奪いました。左右に細かい動き、速い動きを見せております。チャレンジャーの藤原、チャンピオンも左を飛ばしました。さあ、盛んなキック攻撃、キック攻撃をかいくぐってなんとか中に入ろうというチャレンジャーの藤原。チャンピオンのキック攻撃は空振り。今度は右ショット、スピードがない。藤原右の復攻撃、あーっと、また体勢を崩しました。完全にチャンピオンを飲んだ。